40分開始予定です。発車までしばらくお待ちください。本日は洗車体験にご乗車いただきましてありがとうございます。洗車体験は定時運行を行っております。出発までしばらくお待ちください。水を使います。危険ですので絶対に窓を開けないでください。ただいまより運転を開始いたします。電車の清掃作業について解説いたします。今から皆様に見ていただく水洗いは2、3日ごとに行っています。また1週間に1回程度洗剤を使っての洗車を行います。電車の側面は洗車機で洗いますが、正面と連結部は洗車機のブラシが届かないため人の手でブラシを使って洗っています。車内は続いて窓、前方灯カバーなどの清掃や座席のクリーナー掛け、床のワックス掛けなどを定期的に行い、いつもきれいな電車を目指しています。
ただいまより電車は進行方向を変えてもう一度洗車機を通過いたします。電車ごとがこっちください。まもなく電車は皆様が乗られた位置まで戻ります。降り口は皆様が乗車された扉です。停車後は係員による降車の案内があるまでしばらくお待ちください。お降りの際は大捨てるものないよう足元にご注意ください。また電車を降りられた後は写真撮影などで立ち止まりにならず前の方に続いて出口をお進みください。本日は阪急レールウェイフェスティバルにご来場いただきまして誠にありがとうございました。洗車体験の他にも様々なイベントを実施しております。ごゆっくりお楽しみください。よかったね。